どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 fx イコール 3x2 乗マイナス2倍の r プラス 1x プラス r2 乗が x 軸の x が0より大きく1より小さい範囲で異なる2点で交わるような定数 r の条件を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認していこう。まずは理想の図を描こう。するとこうなる。この図にするための条件は x 軸と交点を2個持たなくちゃいけないから fx イコール0の判別式が正にならなくちゃいけない。さらに F0 と F1 が絶対にプラスにならなくちゃいけない。さらに軸が0と1の間にいなくちゃいけない。これらの条件は全て満たさないとすり抜けてくるやつが出てきちゃうから、全ての条件の共通部分を取って R は2分の1マイナスルート3よりも大きく0よりも小さい、または0よりも大きく1よりも小さい、または1よりも大きく2分の1プラスルート3よりも小さい。これが答えになる。この手の問題で注目すべき条件のポイントは3つ。1つ目は放物線と x 軸との交点の個数。2つ目は特定の x に対する fx が絶対にプラスもしくは絶対にマイナス。3つ目は軸の位置。大体この3つだから、これを意識しながら要求されている図にするためにはどんな条件が必要なのかを式にしよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。